電気自動車、プラグインハイブリッド車といった電動車両は、日本のエネルギー問題を解決するために必要不可欠な存在です。日本はエネルギーの 94% を海外からの輸入に頼り、エネルギー自給率はわずか 6% しかありません。これは先進国の中でも際立って低い水準です。日本が最も多く消費しているエネルギー源は石油です。その8割以上は中東地域からの輸入に依存しています。石油はこれまで海外の情勢によってその供給や価格が大きな影響を受けてきました。現在も中東地域や輸送経路の情勢不安により、その調達が困難となるリスクを抱えています。石油は様々な用途に使われています。石油の供給や価格はこれらすべてに大きな影響を与えます。そしてその石油を最も消費している存在が自動車なのです。もし自動車の燃料が石油以外のものに変われば、石油への依存度が下がり、日本のエネルギー需給構造の安定化を図ることができます。電動車両が動力源とする電気は、さまざまなものから生み出すことができるという特徴を持っています。それが今、電動車両が必要とされている大きな理由なのです。日本の電力のうち、石油による発電は 10% 程度に過ぎません。さらに今後、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入が進められることで、2030年には 3% 程度にまで下がる見通しとなっています。電動車両はこれから先、さらにクリーンで安定したエネルギーで走る乗り物へと進化を続け、日本を海外の情勢による影響から守り、豊かな生活が維持される社会にしていきます。